私、一番の夢があるんです。ぬるい、ぬるい、ぬるい。ぬるいのは味噌汁じゃなくて僕の人生だ。あのねえ、せっかくだからさ、しおりちゃんがここにいる間にみんなでいろいろと思い出作ってあげようよ。いいですね。いやー、え、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、シュン。俺は弟お前が気に入れなかったんだ。いつも金魚の糞みたいに柴田の後ろにくっついてて。ちょっと太一さん、夢はない。夢を持つこと忘れちゃったんだ。でもようやく気づいたんだ。可能性は自分で切り開いていくものなんだって。